肉食の王者ギガノトサウルス。その体長なんとあのティラノサウルスの約2倍。陸上において彼を超えるものはいない。まさに誇である。生物最大の恐竜ブロントサウルス。肉食ですら近寄らない、まさに山のような存在。大きさこそ最大の防御、まさに盾である。ふと思った、肉食の王者ギガノトサウルスと超巨大生物プロントサウルス、この巨大な2体が相対した時一体どのようなことが起きるのか、それが今現実になろうとしています。皆さんこんばんは、ジョン・カニタです。この試合の解説は元タコボンドさんのタコボンドさんです。こんばんは、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さてタコボンドさん、本日大型恐竜同士の戦いということで、なんとこのコロシアムじゃ収まりきらないということで。そうですね、ほんとそうですね。ということでこの大問題を改善するべく、なんと第2の大きなコロシアムを作っていただきました。本当にすごい、ほんとすごい。ではそちらの方に向かっていきましょう。サポーターの皆さんも目を凝らして見ていただきたいです。さあやってきました、第2のコロシアム、名付けてコロッケを。いやすごいですね、本当もうサポーターの皆さんもすでにいますね。そうでしょうね。これで選手たちも体を自由に大きく動かせるでしょうしね。選手たちも気合が入ってると思います。さあこのコロッケを直径約100メートル、サポーターの皆さんたくさん見守っています。さあ選手たちの様子を見てみましょう。さあまずはこちら、ブロントサウルス、恐竜最大の生物であって迫力があります。さあ落ち着いた様子で首を伸ばしています。草食のファンはみんな応援してますからね、草食の代表として頑張ってもらいたいです。ここで大きさを測ってみましょう。スタッフ、さあまずはこちら、わかりやすくゴリラと身長を比べてみました。そして引き続きこちらから、さあやってきました、ブロントサウルスとの背比べです。いやこれほんと大きいですね、大きいですね、大きいですね。うるさい、すいません。さあ続いてギガノトサウルス、世界最強と言われる恐竜。さあ落ち着いた様子でこちらを見ています。さあこちらからまだ分かりません、大きさも比べてみましょう。やはりでかい、でかすぎる。いや巨人同士が戦う、これはもう我慢できませんよ私。さあ下からの映像です、やはり迫力が違うか。さあ間もなく始まろうとしています。さあ第1回コロッケをでの戦いです。選手入場。試合開始です。おっといきなり両者接近、ここでブロント大きく右にそれていく、ここは踏ん張り時ですね。さあギガノと落ち着いた様子で見守っている、どちらが先手取るかですからね。はい、おっとここからか、大きく展開、ああこれは要注意ですね。両者攻撃をやめず、ここ持ちこたえればまだ道は開ける。少し押されていますね、体力勝負か、これ厳しい状況ですね。ここでめり込む、追い詰められたか。
これは苦しいですね。ブロント体勢を立て直す。ここからそう来るか。忍耐強いですよ彼。お互いいい攻撃を見せました。おっと、ここでまた再び攻撃し合う。ほんとすごいパワフル。ほんとそうですね。さあここからの攻撃、どんな攻撃を見せるのか。この時間帯ですからね、全力を入れていってもらおう。おっと、終わった。ギガノト勝利。長き戦いでしたが、ここで幕が閉じました。いやー、ブロント選手も頑張ってたんですがね、壁に追い込まれてしまったのがやはり大きな敗因でしょうね。そうですな。それに対してギガノト選手は本当パワーがすごいです。ほんとパワフル。さあ今ここに巨大最強恐竜が決定しました。ギガノトサウルス優勝です。ギガノトサウルスに大きな拍手。残念ながらこの時間帯がやってきました。お別れの時間帯です。実況は私ジョン・カニタ、解説は元タコボンドさんのタコボンドさんにお越しいたしました。タコボンドさん、今日はどうもいろいろありがとうございました。はい、ありがとうございました。では皆さん、ごきげんよう。さよなら。さよなら。